秋葉たまび21の、特別インタビュー企画で出品作家に今を聞くという、企画で、アーティストグループのオルタの皆さんと、アーティストで名誉教授の堀光斎先生に来ていただきました。私はここの、秋葉たまび21の担当しております松田と申します、進行役をさせていただきます、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アルタの皆さんは、ここの秋葉たまび21が、グランドオープンするときの一番最初の、展示グループとして、展示をやっていただきました。堀先生はこの、その初代のプロデューサーでいらっしゃいまして、あれですね、初代のプロデューサーというかもう立ち上げ、設立の、立役者というか、作ってくださった方です。グランドオープンというのが2010年の6月だったので、今年2020年でちょうど10年だったんですけども、まあ、ちょっと、ね、新型コロナウイルスのパンデミックというちょっと予想のつかない状況で10周年を迎えることになって、この2022年はちょっといろいろ秋葉たまびの展覧会も結構延期することもたくさんあって、中止でしばらく閉めていたりとかっていうこともしたんですけれども、そんな状況で、まあ、この10年経った今、アーティストの皆さんがどういうふうにこう今を切り開いているかっていうことを、まあ、改めて伺ってみよう、振り返って伺ってみようということで、そういう趣旨で企画しています。10周年の今年、はい、こんなとんでもないことになっちゃって、それこそ、去年という年が、もう10年くらい前のような、なんか世界が変わったくらいの感じがしちゃってるんだけども、ちょうど秋葉たまび開いて、1年後も、東日本大震災と、福島第一原発の事故で、やっぱりあの時もいろんなことが全て狂って、秋葉たまびも一旦中止になったり、チャリティー展やったり、いろんなことがあって、この10年っていうのはだから、決して平穏無事な10年じゃなくて、あれ以来ずっと続いていることが今、コロナで改めてなんか問題になってきているような、そういう感じがしてるんだよね。で、まあ、いきさつから話すと、ここの運営部隊である、中村正人君たちがやっているコマンド、当時コマンド N かな、そういうコレクティブがあって、で彼らがいろんなプロジェクトをそれまでも組んできて、それでまあ僕もインタビューされたり関わったりしてきて交流がどんどんあって、それでここの旧連成中学っていうのは廃校になって、ここをどういうふうに利用するかっていうコンペがあって、それで中村正人君たちがアーツ千代田、つまりアートの施設にしようと。で、自分たちが運営するというコンペを出して、その時に僕にも実行委員の一人になってくれって話があって、それで最初からこの設立に関わってたんだけども、まあでも最初はまだ構想が固まってなかったから、まさかこんなことができると思ってなかったんだけども、まあ、僕はたまび、八王子のたまびで初めて行った。まあ、初めてっていうのは、実は、50数年前、まだ建物が一切なくて、なぜか、1年生の時ね、1967年。体育の授業を八王子でやると言われて、で、単位取るために出るしかないから、バレーボール屋に行ったんだよね。グラウンドだけあった。こんな山の中でどうすんだと思ってて、それで八王子移転反対とか、そういうことも言ってたんだけど。まあ、改めて、たまびの八王子行くようになって、最初に遠くから見たときに、ああ、立派なもんだなと思いながらも、一種の隔離病棟のようだな。なんか、それこそ、今の伝染病じゃないけれども、そういう隔離病棟、隔離されて病棟のように感じて、まあ、
それから、まあ、たまびへ行くようになって、素晴らしい環境だとは思いつつも、やっぱりアートっていうのは、どっか隔離されたところでひたすら絵を描いていくということではなくて、やっぱこう時代の息吹っていうか、時代の空気みたいなのを全身に浴びながら、その時代に自分がどう関わっていくか、そういうもんだと思うんだよね。で、そうするとやっぱり、ここは素晴らしい環境ではあるけれども、八王子は。だけどもやっぱり、どっか都心部に何か拠点があるといいな、というのはずっと思ってた。で、その時に、コマンド M のここの構想が立ち上がって、で、まだ工事始まったばっかりの頃に、すぐに、中村雅君と二人で理事長に会いに行って、そしたら理事長もなんかすぐにその気になって、それで一緒にこう、工事まだ始まったばっかり、解体し始めたばっかり頃に、工事用のヘルメット二人でかぶって、それで見に来て、それでここが一番広い場所、旧図書館だったんだよね。図書室だった。で、ここはまず絶対確保しよう。それともう一つの部屋ということで決まって、真っ先にだからテナントで入ったのがここなんだよね。まあ、そういう感じで、なんとかこう確保できて、それも、理事長直結っていうか、いろいろ面倒な、会議とか、皆さんの賛成得るとか、あまりしなくても、即決でできるように、理事長直結で、予算を組んでもらって、年間予算としては決して少なくない予算だよね。はい、それでも、やろうということになって、まあ、なんとか続いてきた。で、まあ、オルタのみんなにグランドオープンやってもらったのは、ここの、運営の、コンセプトとして、毎回のチラシに必ず書いてもらってる文章があるけれども、自己プロデュースっていうことを僕は最初から言っていて、で、自己プロデュースって言ったときの、アーティストっていうのは基本的に誰に評価されなくてもやっていくっていうことが前提で、それはやっぱり自分で自分をプロデュースするっていうこと。だけど、その時の自己ってのは、たった一人の個人というよりも、僕は最初から、コレクティブ、まあ今コレクティブってことはもう流行りになってるけど、昔はあんまりそんなことは使われなかったけど、やっぱりある集団が、ある志を同じくした人間たちが時代を切り開いていくというか、アーティストは一人だけれども、そのアーティスト、一人のアーティストが、誕生していくためにはコレクティブが必要だと僕は思ってるんだよね。だから僕自身も70年代の初めに、あとコレクティブ、まあコレクティブってことは当時なかったけれども、作って活動してきたし、多くのアーティストが日本だけじゃなくて世界中ね、あるコレクティブから生まれた。だから、ここもグループで、コレクティブが運営して、コレクティブが自分たちのコンセプトで展覧会をやっていく。で、プロデューサーはそれに対して余計な口出しは一切しない。そういうものとして始めようと思っていて、そうすると、当時、一番盛んにコレクティブ活動をやってたのは君たちで、必然的に、最初のグランドオープンは君たちです。ただ、プレオープンは、当時、たまびの校舎の中で、ささやかにやっていた君たちもやってたけども、やりみず青年美術館っていう運営していた、当時運営していた連中に、まず、プレオープンをやってもらって、グランドオープンを、あとコレクティブである君たちと思って、そういう季節で始めたんだよね。実際、指名を受けて、展示をやってみていかがでしたか？結構準備期間は短かったように記憶してるんですけれども。
でもすごい大掛かりな展覧会をやってもらった。廊下まで使ってね。そうですね。怒られたけどね。泊まり込みでやってましたね。確か3月ぐらいに都内の別の施設で展示をしていて、でその時に、まあ、その展示をした時期に展開、まあ、その展示をベースに展開 していくっていう話で、確かグランドオープンは5月そうですね、ですよね。5月だったと思う。なんで、多分2ヶ月ない、1ヶ月くらいで準備するっていうくらいの、まあ、2ヶ月くらいですかね。で、準備したのを覚えてます。東京都のワンダーサイトで、そうです。君たちが展覧会やっているところに行って、僕が本格やってくれと。その場で行って、まあ、とにかく、最初はもう、何にも決まってない状況で一気にしちゃったから、事前に準備するっていうのはほとんどできない状態で始めたんで、でもやっぱり、その後も、だからグループ展で、擬似的なコレクティブを作ってもらって、それを体験してもらおうっていうのはあったけど、最初本物のコレクティブじゃなきゃ、もう話にならないと思ってたから、あの段階では君たちしかいないと思ってたんで、これはちょっと多分無理だろうなと思いながらも、直接展覧会の場合行って、ぜひやれって言って、そんな感じだったよね。はい。まだグループを結成して、1年経ったぐらいの時期だったんですよね、僕たちも。で、今は、まあ、パフォーマティブな活動が軸になってるんですけど、当時は、そのパフォーマンスっていうことに、そこまで意識的ではまだない時期で、でも本当にここに、まあ、時間のない中で、一週間泊まり込みで、インスタレーションを作っていって、で、最後に、グランドオープンの日にパフォーマンス、何も別に決まってるわけじゃないんだけど、もうその場のノリみたいな形で、なんかずっとここで踊ってたりしたんですけど、結構それで、それがでも、なんか、すごいいい経験になったんですよね。今でこそアートコレクティブ、本当に、なんか、美術雑誌が特集くんくらいに当たり前になってきたけど、ちょうど10年前だと、チンポンとか、カオスラウンジとか、君たちとか、みんなもう、始まったばっかりくらいの、そういう感じだったよね。それぞれの作品を展示するグループ展的なものから、共同で本当に何かを作り上げるものとか、みんなまだ方針も何も固まってなくて、バラバラな感じだったよね、あの頃まだ。そうですね。うん、自己プロデュースっていうことを、まあ結構先生のテーマとしても、この場所のテーマとして、まあ大きく打ち出してたんですけど、それを結構すごくスッと受け入れてというか、スッと理解してというか、当たり前のこととして、そういうあり方で展示をやってくれたような印象があるんですけど、自己プロデュースっていうことに対して結構その、なんていうんですか、意外と経験しないで卒業していくのかなと、思うところが。ねえ、アーティストだから、例えば絵描いてても、誰かにこう言われたからその通りやるというのはもちろん、そこから出発して、どんどん、プロデュース能力をつけていく人もいるけれども、基本はやっぱり、自分で自分を教育する、自己教育。もちろん、習うことも大事だけれども、それをどう消化していくっていうのは自己教育だし、そしてそれをどう社会的に展開していくっていうのは自己プロデュースだし、で、そういう時に、結局ここでやっても、ただのグループ展でしかない場合ももちろんかなり多い。だけども、ここでやることはそれだけじゃなくて、チラシを作って、あるコレクティブリーダーの人が文章を書いて、それからそもそも人集めも、中心になった人間が集めて、そして、アーカイブを作り、それからシンポジウムとかトークをやる。そういうことを全部企画しなきゃ、ここではいけないっていうのは前提だから、そうするとやっぱり、ただ仲良しグループでグループ展をやるっていうだけではできない。だから、本物の
アートコレクティブじゃなくてもそのコレクティブの、体験をしていくということがあるんだけど、まあ君たちの場合はその以前にすでに学生時代から折田活動を始めてたわけだから、そういう意味じゃやっぱり一番自然に入れたというか、そうだったと思うんだよね。実際展示終えてみてどうだったですか？なんかその後に影響したこととかってありますか？展示のことは。その時に、まあ、行った展示のテーマが田舎とか田んぼとかだったんですけど、まあ、10年前にそういったテーマを掲げて、で、今も、まあ、同じテーマを引き続き続けて活動しています。去年、千葉の香取市で耕す家という、まあ、稲と一緒に、稲の管理をしながら、耕作地に家を建てて、で、その家で生活と制作を、まあ、営んでいくっていうプロジェクトをしたんですけど、米美味しかったよ、そういうの食べて、うん、収穫した米があってね、うん、でも農業、多分今農業をテーマっていうグループっていうのは他にいるかな、あんまり聞かないよね。そうですね、まあグループじゃないにしてもコレクティブじゃないにしても個人にしても、やっぱ君たちの得意なのは、その農業っていうのずっと根底にあるんだよね。それって何なんだろう？きっかけは何？実際その都市で、まあみんな生活、大学生生活から都市に出るじゃないですか、日本の若者って。でも元々は地域でいろいろなところで育ってる人が多くて、僕たちもそういった今、いわゆる普通の、まあ、羊というか、なんですけど、そういった時に、都市に行ってどんどんこう阻害された環境と向き合っていく時に疑問がやっぱ出てくるっていうのがあって、なんか土とか、なんかその自分たちが子供の頃はこう慣れ死んでたものとどんどん離れていくっていう。そういった時に、まあなんかそこに対する疑問みたいなものとかがやっぱりあったと思います。最初にターナーでやったときは、そういうテーマがあった？いや。なかったよね、まだ。なくて、でも、最初ターナーでやったときは、みんな個人の、なんか、作品を出してたんですけど、うん、いわゆるグループ展として、まだやってたんだよね。いわゆるグループ展でやってて、でも途中で、なんかこれじゃダメだ、みたいな感じになって、うん、で、3ヶ月ぐらい、初めて共同作品みたいな形になったのが、うん、なんか、大学だった橋本から、さらに、大学が橋本にあると思うんですけど、まあ、いわゆる郊外の都市ですけど、そこからもっとこう、メンバーの一人の実感がもっと田舎にあって、そこに丸太を担いで、なんかやってたね。はい、30キロ。誰の実家で？あれは井上の。自分の家です。そうかそうか、お前とか。あ、そう、青根ってまあ、どこにまで30キロぐらい担いで丸太を持っていくっていう、のを、まあ、やって、うん、それは YouTube に、まあ、今でも見れるんですけど、うん、それが初めての共同作品で。そうだね。だから、やっぱ最初は単なるグループ展だったんだよ。多分みんなそうだと思うんだよね。いや、みんなとは言えないけども、やっぱりアートコレクティブのコレクティブ意識っていうのは、やっぱりその時に芽生えて、それがある種のこう、都市に対する、地方、あるいは都市生活に対しての、農業とか、そういうものとコレクティブ意識が芽生えたのとが、ほぼ同時くらいに始まったのかな。はい。うん。農業そのものやったことあるやつはいるの？うちは農業なんで、農家なんで、一応。いや、そうなの？やってました。うん、自分でだけで。え？自分の家も、家の前で田んぼやってたんで、うん、田植えとか手伝ってました。だから専業農家ではないです。そうです。専業農家では、二人とも専業農家ではない。自分の家だけで食べるよう。まあ今専業農家ってむしろ少ないくらい、ね。そうですね。
まあ、それ以降、だから、ずっと、ボードゲームだったり、いろんな、あれは韓国行ったり、外国でやったりして、違う要素いろいろ入ってくるにしても、まあ、農業というか、あるいは、反文明と言っていいのかどうかわからないけれども、そういう、なんかこう、文明批判的なことっていうのは結構続いているのかな。文明批判って言えるとこ、それはそんなに意識はしてないですけど、うんうんうん、なんか、まあ、移動するっていうことで作られてきた、まあ、文化だったり、芸能の形、うん、みたいなものに対して、それをどういうふうにこう、今、まあ、テクノロジーとか、まあ、まさにその、文明みたいなものが、こう、科学とか、まあ、そういったものの基盤の上にある社会で、なんか、そこでこう、構築されたものをもう一回こう、ちょっと疑問視してみるとか、うん、そういった形では考えてます。あと、さっき移動と言った。はい。うん。それは、チャンチにとっては、在日であるということを含めて、なんか、韓国へ行ったり、いろいろしてるけれども、そういう移動っていうのは、自分のそういう主人っていうものとも、やっぱりどっか関係してるから。そうですね。僕はもう、3世とか4世、3世と4世の、うん、まあ、に当たる在日なんですけど、実際、韓国とのルーツ、韓国に、例えば、日々、ある季節ごとに行ったりとか、そういうこともなくて、実際は日本での生活になっているんですけど、でもその韓国の文化って結構まだ続いてたりして、うん、で、実際、韓国の友達とかに聞くと、その友達がやってないことをうちがまだやってたりするんですよ。そういうことってあるんだよね。いや、僕はなぜあえてそういうことを聞いたかっていうと、君がオルタを始める頃に名前をどうするか、すごく悩んでたじゃん。日本名でやっていくのか、それとも、韓国名にするのか、それとも今チャンチと名乗っているのは、ある種その中間みたいな、つまりどちらでもない、あるいはどちらでもある。そういうことを含めてチャンチと名乗ってるのかもしれないし、いずれにしてもオルタが始めた時にちょうど名前をどう名乗るかということを決めかねてた時があったよね。はい。だから多分そういう移動っていうことと今の自分の位置、それが象徴的に出てきたのは名前なのかなと思って、うん、ちょっとあえて聞いたんだけど、そういうことは当時もう口にもしなかったし、聞いたこともなかったけれども、やっぱりちょっと関係あるかなと思ってんだよね。はい。その、耕す家も出品してた青森県立美術館も、あと京都で劇場で公演をやったりして、で、その後コロナ禍でいろんな展覧会が中止になっていく中でも、まあ皆さん相変わらず自分たちでそういう呼ばれる企画じゃなくても、自分たちでそのボードゲームの、プロジェクトをやったり、ドローイングのプロジェクトをやったり、オンラインを活用しながらずっと続けてらっしゃったのが、なんかまあすごい印象的で、で、オンライン使ってるんですけど、結構その、一番最初の、展示で田舎をテーマにしたり、そういうなんか土着性みたいなものをテーマにしてたみたいに、こう、直接触れ合うとか、なんか直接書くとか、そういったものの大事さみたいなのを、まあそのまま残しながら、こうオンラインを使ってるっていう感じが、まあもう何回もやってるのを、まあ私参加はしてないんですけど、旗で見てると、やっぱりそこなのかなっていう感じがこう伝わってきていて、なんかその期間の感じ、活動に関してはどうですか？意図していたことってありますか？なんか、コロナによって、まあ、移動が
できなくて、しづらくなったりとか、人が集まりづらくなったりしていると思うんですけど、まあ、コロナのその状況にもよるんですが、まあどのようにこう、集まることができるのか、それは今までと違うやり方が、まだいろいろ試せるんじゃないかなと思ってて、でそれで、まあ今年は、リモートだったり、デジタルデバイスを使ったりとかって、まあ、その都度、やり方を変えながら、で、開催方法も、あえてこう、夜中にやってみたりとか、さすがにあれは、僕は参加できなくて、行きたかったけど行けなかったな。まあ、ベグ忍者が企画した、キャンプファイアリングっていう、オールナイトでやるっていうイベントで、まあ、出してくれた作家が10名前後いたんですけど、お客さんも、まあ、20から30人ぐらい集まって、まあ、都内某所で、オールナイトでやったりしたりとか、なんか考えたら今までやれてないこといっぱいあるなと思って、うん、なんかそういう機会をまだ逃したくないなっていう気持ちもありました。なんかこれからもっとコロナひどくなるかもしれないとも思ってて、そうなった時に、まあ今まだギリギリできること、まだやってないことってなんだろうっていうことと、まあ今だからこそできること、両方を見据えて活動してます。めぐちゃんがやった、イベントっていうか、あれは、小宮と二人でやった。あれは、小宮まりなさん、アーティストの小宮まりなさんと二人で共同で企画をして、うん、で、パフォーマンスイベントとして行いたくて、パフォーマンスを、身体を使った表現をしている方たちを誘って、それぞれ、時間帯に、どこでやるかわからないような状態で、時間だけは決まってるんですけど、会場がすごく広大な敷地なので、どこで行われてるかわからないので、しかも暗闇の場所で、お客さんたちは何かを頼りに、そのパフォーマンスを見に行かなくてはいけないっていう状況を作りたくて、開催しました。何人くらい来た？2、30人ぐらい。あ、結構来たんだね。今、めぐちゃんが一緒にやったっていう、コミエっていうのは、言論支援芸術校の TA をやっていて、まあ、今もちょっと関わってるけれども、そういう、この6人だけが、なんかこう、秘密結社的に、固まっていくんじゃなくて、やっぱり、オルタっていうのは、アートクリエイティブとしてありながら、やっぱりもうちょっと、外にも、協力し合ったり、あるいは出て行って、そっちへまた戻ってきたり、あるいは君たちが中心になってもっと違うアーティストも集めたりとか、もうちょっとまた、これから、そういうことも出てくるかなっていう気がするんだよね。そうですね。やっぱ、自分たちができることだけにとどまらない。まあ、そこにとどまることも大事なんですけど、うん、まあ、それの一方で、まあ、今、まあ、どこに専門性があるかっていう、まあ、アーティストだけじゃないかもしれないし、他の研究者の方も含めて、うんそこで、こう、新たな仮のコレクティブじゃないけれども、が作って展開していくっていうのはすごい大事なことだな。例えば、チンポムは、なんか自分たちの活動が中心というか、そういう周囲を巻き込むようなタイプじゃなくて、なんか自分たちの活動を中心で、あれは、カオスランジは、むしろ自分たちっていうよりも、周りを巻き込んでやっていくことが中心で、いろんなタイプの、集団ってあると思うんだけども、やっぱり、君たちにはそういう、今の活動をあくまでも中心としながらも、それぞれもうちょっと違うところへも手を伸ばしていくっていうか、
可能性を見つけていくっていうことをやってもいいのかなって気はしてたから、あの M 忍者がこの間やったそういう活動も面白いなと思って、うん、見てるけど、さすがにその深夜どこでやってるかわからないところをさまよいながら訪ねていくっていうのもさすがにもうこの年なんかきついからそこまでは付き合いきれない。本当は堀先生にも出てほしい。え？本当は堀先生にも出てほしい。ああ、まあ、もうちょっと、いたわってください。次回企画します。だから今度、来年の、2月3月と、僕は、去年、丸木美術館でやった新作のインスタレーションやるけれども、できたら3月11日にパフォーマンスやりたいと、ちょうど会期そこに設定したから、やりたいと思ってるけれども、できるかどうかわからないよね、これだけ拡大してくると。キャンプファイアリンクは、あれですよね、中継何もしなかったんですよね。そうですね、撮影を一切してなくて、禁止？禁止にしたんです。それは、どういう意図なの？意識に近い形で、パフォーマンスを行いたかったです、うん。あと、火を起こしてたんですけど、同時に。その火を見る行為としてパフォーマンスを捉えたい。うん、記録の撮影の一切ない、うん。絵だけ描いて、でオルタのメンバーが版画をその行為の時に版画を彫って吸って最後夜明けになって明るくなってからその絵が見ることができる。その間中に作ってたんです。はい。あと僕はアドモーニングスっていう新聞を作るプロジェクトをしていて、それはまたオルタのメンバーが別に新聞を作る。はい、うん。新聞を作るプロジェクトをしてるんですけど。まあ、その新聞は、アクション、何かの行為の、まあ、仕様と、その記事の内容を載せるっていうコンセプトでやってて。はい、じゃあ、映像は撮らないけれども、そういう形で記録したっていう、そう、そういうこと、はい。はい。なるほど。それこそ今の文明の利器は一切使わないっていう形かもしれない。そうそう、思い出した。釜山ビエンナーレあれ何年だっけ ?2016 年です、うん。会場は違ったけれども、やっぱり釜山ビエンナーレ僕も彼らも出していて、で、その時にはやっぱり、ビデオテープ、ビデオカメラとビデオテープ、テープをどんどん抜き取っていくような、そういうパフォーマンスと展示をやっていて、あれなんかもやっぱり端的にそういう、思考性っていうかな。それが現れてたなと思ったけど。あの作品、今どっかにあるの？あれ鉄の構造体をベースにして作ったんですけど、うん、それが耕す家の構造、耕す家の構造体になってるんですよ。うんうんうん、いや、いろいろ展覧会やっていくときに、大量にゴミになるじゃん。そうやって使い回しできるものもあるけれども、ほとんどのものはゴミになっていくようなタイプの作品が多いじゃない？そうすると、どうしてるのかな？今まだまあ、その都度整理したりとか、廃棄したりするものもあるんですけど、うん、まだギリギリ詰めて、一応取ってあるんですけど。いや、このコロナ禍で、やっぱりみんな、まあ、ある程度自粛を強いられて、いろんなことがあったと思うんだけれども、まあ、君たちはまだ、若いし、そうやって活動ガンガンやってられるけど、僕なんかも、ちょっと、つまり、ゴミと言ったのは、僕は自分のアトリエや倉庫、それから、自宅以外にも倉庫あるけれども、見渡してみると、やっぱりゴミなんだよね。
ゴミって言ったら変だけど、でもゴミなんだよ。そうすると、ゴミを、やっぱり、処理しなきゃいけない。でも、作品でもあるんだよ。そうすると、処理するっていうのも、自分で処理するってのは相当厳しいことになる。それで、来年さっき言った展覧会と同時期に、新作の展覧会もあるんだけれども、そのゴミをもう一度見直そうと思って、ゴミばっかり言ってるとよくないけど、それを、つまり買って、作って、あるいは途中だったりする、そういう膨大なゴミを、もう一度見直すことを、今この機会の新作にしようかな、と思ってやっていて、すべての作品を積んだことはとてもできないけれども、その一端でもいいから、やってみようかなと。ただ普通に、これまで通りに新作を作るっていう気には、どうしてもなれなくて。で、やっぱり、さっき言った10年前に震災の時も、すごくこう、意識変革みたいなのを迫られたけども、今やっぱり、この機会にできることって何だろうなってやっぱり考えてしまうんだよね。だから、多分、来年の、いつ始まるのか忘れたけども、2月3月の新作も、そういう作品に多分なる。多分じゃなくて、もうやってるんだけど、もちろん。うん、やっぱり君たちにとっても、やっぱこの、今までずっと一貫してさっきから言ってるような農業とか、ちょっとした半分家とか、文明に対する抵抗とか、いろんなことを続けながらも、このコロナっていうものの中で、やっぱり改めて考えたこともあると思うんだよね。その辺のことをちょっと話して。さっきからお前ら一言も喋ってないじゃん。でも大体どこのアートコレクションもそうだけど、後ろとか黒瀬がひたすら一人で喋ってて、でもちょっとぐらいなんか言えよ。コロナの期間中に結構その整理だったりとか、その作品とその作品未満だったりとか、そういうのを見返すっていう期間は結構意識的に取ってたような気がします、うん。で、やっぱりその10年間っていう中で作品作ってきて、で、まあさっきの秋はたまびとか、オルタの田とか、そこから青森の耕す家だったりとかっていう、まあ結構長いスパンで考えが変わっていったりとか、また再制作していったりとかっていうことが、まあ、もう10年の間で、まあ、他の作品も作ってきたりとかして、まあ、今、もう一回、こう、振り返って考えたときに、で、まあ、それが物量として残ってるんですけど、それを、また、新しく、まあ、考え直してみるというか、そういう期間に当てて、で、そうですね、それを行うには、やっぱりなんかこう、しっかりと整理していくというか、どういった考え方で作られたものか、今振り返ってみてどう思うかとか、そういったものを、まあ、一つ一つ考えていく、まあ、時間があるので、そういうことを結構意識的にしています。うん。やっぱりね、どっかで走ってる時っていうのは、見失ってるものも結構多いんだよね。やりっぱなしだったり。だから、まあ、僕はさっきからゴミと言ってるけれども、突っ走っていくと、後ろに膨大にゴミが残っていくっていうのは実感で、やっぱりそれをもう一度、見直していくかなっていう感じは、やっぱどうしてもこの一年っていうのはあって、だから、多分、年齢も僕はあるのかもしれないけれども、それだけではないのかなっていう感じがしてるな。なんかその話の流れだと、なんか結構、オルタの場合は、プロジェクトが終わって、その後やりっぱなしになってしまうみたいな
アーカイブ化することも、その終わったことについて、こう、考える期間っていうのが、なくはないんですけど、短かったりするっていうことが多かったんですけど、コロナの後、結構初めの頃は、その、昨年やってた耕す家のプロジェクトについて考えたりとか、それを、もしかしたらゴミになってしまうかもしれないんですけど、なんか、新たにそれを考え直して制作する。例えば、版画をプロジェクト中にも作ってたんですけど、それが物として完成されてない、まだ突き進む方向があるんじゃないかっていうふうに言えたりして、で、そういう実験的なことを重ねていく。でもそれはまたゴミができてしまうかもしれないけれども、その先に、こう、まあ、プロジェクトっていうのが一過性で、こう、そこに価値があるものだとしたら、もうちょっと、こう、残るものとしての価値っていうものも、また一つ方向として考えていけるっていう機会になると思います。うん、今までオルタ、何本くらいのプロジェクトやったのかね。数えたこともない。数えたこともない。でも、かなりの数だよね。そうですね。かなりの数。1年間での最低、まあ、7、8本はやってそうなんで。うん。まあ、本当によくそれだけやってきたって気がするけども。今、河村の話だと、その、なんか、まあ、耕す家ってこう、家の壁に、壁を半にして、で、僕、生活中にこう、そこの記録を壁に書いて、それが、まあ、木リトの半になってるんですけど、え？木リトグラフの、っていう半、まあ、手法の半になってて、それをまあ、下敷きにして絵を描いていくんですけど、なんか、その、もみ殻とか、あと大豆の殻とかを、まさにゴミを絵に貼って、で、それでまた作ったりとかして、だから農家の人にその大豆のカラーをもらったりとか、ゴミをもらうみたいな。まあゴミじゃないんですけど。うん。え、それはもう発表したの？いや、まだ。それはどうするの？どうしようかな。まだ違う。発表する場所決まってなくて、まあ作ってるっていう感じですね。今年、そのコロナで、出れなくて、そのスタジオでひたすらその、版画だったり絵だったりを作っていくっていう作業を最初の頃はして、で出来上がって展示する機会もないのでどうしようって言っている。かなりの量？いや、そんなまだすごいいっぱい量があるわけではあんまないですね、うん、それはでも今までのないタイプのオルタとしてはそういうタイプの作品だもんね。はい、基本的にはその版画は、テーマは去年の夏からやってたものですけど。今、最高の写真です。とりあえず、家のプロジェクトは去年からやってますけど、それが版画になって、今年の春夏ぐらいにずっと、その版を使って、刷ってて、で、また来年もそれを、刷ったものを、手を加えてやるとしてるので、はい、期間としてはだいぶ長い。継続したものになってます。だからそれを、ただ、例えば、こう海外の版画として展示するのとは違う形で、当然、なんか発表を考えてると思うけれども、いや、知らないけど、だからその発表の形式自体も、やっぱり、オルタらしい、なんか、出てくるだろうな、と思ってるんだけど。うんうん、この家自体はまだ、建ててある状態なんですか？あ、いや、それは、そうです。あとの壁を、の素材に、そうです、そうです。うん、また、来年度以降、まあ、どっかの土地を借りて、そこで実施していくってことは今、継続してて。もう移動型のセットになって。そうですね、移動型のセットになった家です。だから、その移動ができな、まあ、しづらくなったってことと、あと、そのコロナが、局地的にこう広まるじゃないですか。それがすごい特徴だと思っていて、で、ウイルスって人間にも使われるけど、もちろんコンピューターにも使われる言葉で、そこになんか、
こう、なんだろう、類似点って多分あると思うんですよ。その感染の広がり方に。あの、で、それ、その感染の広がり方があまり距離に関係しないっていう、その距離に関係しない。なんかその、あの、都会だから、あの、すごい広、まあもちろん都会の方が広がる可能性は全然高いでしょうけど、でも地方でも同じように人と人が会えば局地的にそこで感染が広まっていくっていうのが特徴だなと思ってて、でもその、なんか、こう、まあデジタルな、なんか類似点を考えると、なんかこのコロナによって、こう作品の展開というか発表とか展開とか、需要の仕方も大きく変わる。変わるだろうなと思う。そうだね。多分だから技術の場合はまだそれほどでなくても、演劇とかダンスとか、あの、君がやってる音楽とか、あの、やっぱりそういう芸術っていうのは、本当に観客がいる、いないっていうのは、ね、決定的で、あの、まあ、僕もちょっといくつか、あの、劇団に関わったりしてて、やっぱり、そもそも、まあ今もちろん発表し始めてるけれども、でも違うんだよね。美術だったら、あの、1時間に1人来て見ていっても、まあこの間の、あの、めぐちゃんがやったような、そういうのはそういかないけれども、でもまあ、いろんなことを考えられる、まだ方法が。ところがやっぱり、観客が、こことそれくらい離れてしか座れなくなると、客席から来る反応、っていうのは、舞台にいる人間にとって決定的なんだよね。で、それが、やっぱり、あの、拍手がなくて、言葉もなくて、掛け声も何もなくても、密集している人から来る熱気みたいなものが、実は舞台に必ず反映されていくっていうのが、音楽でも、あの、演劇でもあるんだけれども、それがないと、やっぱかなり違うものになってくるし、それはこれからきっとそれが状態になってくるとしたら、やっぱりなんか違うものが、違う反応というか、なんかその応答みたいなものが、なんか違ってくるなっていう気がするし、だから美術の時も当然ね、なんか考えていかなきゃいけない。大学の授業なんかもそうでしょ？あの、オンラインだけだと、やっぱりオンラインで効果が上がるものがあるよね。はい、ひたすら、あの、講義を聞いて覚えればいいとか、そういうものはオンラインの方が効果があるかもしれないけど、やっぱりゼミなんかだと、オンラインだと、今の舞台と、客席の関係と同じで、やっぱり決定的に違うよね。だから、そういう、両方、あの、いいところを、見つけてやっていくしかないのかなっていう、うん、大学の授業とか本当に日常におけるこう講演です。なんか日々行われて理解されている。うん、そうです。あのやっぱり今その言論神経術校で時々あのやって思うことがあるんだけど、オンラインもやったし。あとか、たまびの夏の、あの、雨宮がやってたのをオンラインでちょっとやったりしたけど、オンラインでいいところも、さっきも言ったけど、いいところもあるけども、あの、その新芸術校で、パフォーマンス、一人一人30人くらいが、約3分くらいパフォーマンスをやっていくっていうのが、次々やっていくっていう授業があって、これはオンラインでは不可能だなと思った。つまり、例えばある受講生がそこに座って、誰か一人標的を見つけたらひたすら睨んでる。ひたすら睨んでる。というのを3分続けると。その睨んでる時の本人の表情と、睨まれて、一瞬何が起こったかわからないでいる関係の中でしか成立しない。やっぱり、オンラインでは成立しないものっていっぱいあるなと、うん、つくづくその時思ったな。作品の鑑賞とかもやっぱり難しいですよね。そのデジタルツールを通してしまうと。そこで全然見た時と実際見た時の
印象は全く違うのに、うん、まあでも多分近鉄はそうやって両方行ったり来たりしながらなんか切り開いていくんだろうなとは思うけどね。そうですね、うん、まだ発言してないみたいに、うん、思います。僕です気を伺ってる上君、あの、声を使った、ボイスパフォーマンス。あの、声を使ったパフォーマンスを最近はよくしてる。はい。なんか、声？声ですね。なんかあの、オルタの中で結構その、音響とか、そういったことに携わることが多くて、で、そういった中で結構声を使ったパフォーマンスみたいなことをやっていて、で、あの、一番最近のだと2年前にタイで、あの、発表した作品があったんですけど、その時はあの、スピーカーを2つ、吊るされて、そこに、タイの、なんか寺院とかでよく見かける、その鈴があるんですけど。何？鈴。あ、鈴。はい。鈴があるんですけど、まあ、それを市場とかで、こう、買ってきて、で、それをスピーカーにくっつけて、で、2つ、あの、置いて、吊るして、で、その下で僕はあの、声を出しながら、あの、パフォーマンスするっていうのをやってたんですけど、うん、あの、当然その、音、自分の声はそのスピーカーから出るんですけど、たまにその、スピーカーの下に僕が入っていくと、そのハウリングが起こったりして、で、同時にその鈴も鳴って、で、離れると、またその、音が、ハウリングが消えて、みたいな風になって、っていうようななんかパフォーマンスをやっていたり、しました。あの、まあ、知ってると思うけど、僕の、あの、はい、70年代いろいろやってたパフォーマンスでも、ハウリングとか、はい、そういう、あの、偶然性と、あるこう、決定性みたいなものを、噛み合わせながらやっていくっていうのは、僕もやってて、あの、彼には、去年、あの、マルキュー美術館でやった時に、すごい手伝ってもらって、ものすごい緻密なんだよね。見かけと違ってついたっていうんだけど、あの、装置の素人でも、あの、手伝えるように、全部、あの、使用書を書いてくれて、それがものすごい緻密なの。だから一度も失敗がなかったんだよ。あの、機材の故障はいっぱいあったけど、あ、 あれは困ったけども、でも、だから多分、そういうのってのは得意だろうなって今話聞いてても、すごくわかるよね。まあ、やれること、まだやってないことを、まあ、見つけていくみたいなことは、ちらっとお伺いしてますけど、具体的な、まあ、予定とか展望とかもしあったら、教えてもらえますか？なんか来年の1月に、茨城県の、県北の、頼りを進めるっていう、あの、プロジェクトが今やられていて、それに参加して、1月から2月まで、1月に、日立田川市に滞在して、でそこで、まあ、2017年からトランスミッションパンパンっていう、先ほどからちょっと話に出てる、まあ、地域、まあ、日本と韓国を中心として、祭りとか芸能をリサーチ、というか、まあ、そこをこう観察して、そこから、ボードゲームを用いて、まあ、その時集まった人で、独自のビーブリを作る、そういうプロジェクトをしていて、これを、この日立田市で展開する予定です。あと、まあ、来年度に、あの、田川水泳というか、まあ、田舎とか土地っていうことに着目した、あの、活動を、あの、していきたいなと思っています。本当に、芸術祭ばやりだったじゃない。もう芸術祭ばっかり。そうですね。で、それと、例えばアートフェア。はい。トリエンナルとか、そういうアートフェアと芸術祭。なんかこう、町おこし的なものと、例えばトリエンナルのような、表現の自由が問われるような場所。で、あの、芸術祭ってのは一種の町おこしで、あの、前提として表現の自由運動ということが起こらないというふうになんとなく思われていて、
それに対して取り柄になるようなところは、やっぱそういう表現の自由が問われるような場所が時々起きて、で起きない時には実は、忖度して自粛してるだけという場合も結構多くて、やっぱりそういうふうに、まあ、その建国にしても何にしても、呼ばれていくときに、アーティスト自身がそういうことを事前になんかこう自主規制する場合もあったりするけれども、そういうことっていうのは、なんか関わったことある。例えば、チンポンなんかも、時々、問題があったりとか、これからも可能性はあるんだよね。何やってもクレームつけようと思ったらつける人はいたりするわけだし、だからそういう時に、どうやってそれをきちんと論破していくっていうか、やっぱり実際問題になろうとならなかろうと、ある種の理論武装がしてないと、どこから何が来るかわからない、ということはあると思うんだよね。絶対に引くわけにいかないし、引かないための理論武装というか、それってのはやっぱり、実際には何も起こらない場合でも、常に準備しておくっていう必要があるし、だから、基本的にアーティストっていうのは、ある種の確信犯じゃない。他人が何と言おうと、さっきの自己プロデュースじゃないけれども、他人が何と言おうと、自分たちはこの確信を持ってやっている。だから、仮に犯罪だと言われようと、だったら、引き受けますよという覚悟というか、引き受けますよっていうのは、犯罪だと認めるっていう意味じゃないよ。何を言われようとやりきるっていう意味で、そういうのってまず基本的にはやっぱり必要だし、特にアートコレクティブっていうのは、いっぱいの要素があって、常に最初に決めたことからはみ出す部分っていうのは、いくらでもあるじゃない。で、そうすると無意識のうちに、例えば芸術祭で、地域でそこに泊まり込んでやったり、僕も何度もあるけれども、そうすると住民の人を知らない方で傷つけてることもあるんだよね。で、傷つける意思はないし、傷つけたらごめんなさいだけれども、でも、作品としては引っ込めるわけにいかない。その時にどう対処していくかっていうこと。まず基本的にはやっぱり自分の中で理論武装して、だからといって選ぶんじゃなくて、ちゃんと対応していくっていう。その二重接点は多分いつも、細かにはいつもあると思うんだよ。僕もそういうのを何とか経験してるから、やっぱり、君たちのような活動の場合は、そういうことってのはすごく重要になってくるような気がするよね。この前、墨田区の、墨田区で、展示したんですけど、そこの地域の歴史とか、そこにあった事象とかを取り上げていて、でその地域の人たちがあまりこう、今まで取り上げられ、積極的には取り上げられない色町であったりとか。端的に言うと、赤線地帯で、かつての、公然売春の場所だった。はい、ということは、やっぱり地域の人は、本当は取り上げてほしくないっていうのはあったかもしれないよね。この関東大震災後の、朝鮮人虐殺のこととかも含めて、それをこうテーマにして扱うときに、やっぱその、様々な人が、様々な理由で警戒したりとか、それによって傷ついたりとか、する可能性も、あるっていう状況があった、あって、でも、だからやらない。とか、だから、こう、そういった、複雑な問題は脇に置いといてっていうことじゃなくて、だからこそ、こう、取り上げないといけないっていうのは、すごい重要な。だからこそアートだからできることにかけたいなっていうのは、思っています。あれを見たから、まさにそういう、今、聞いてみたんだけどね。やっぱり、
そのギリギリのところは、やっぱアートの醍醐味というか、面白さであるし、それは避けては通れないし、まあ、これからもそういうことがいくらでも起こってくるかなって気がするよね。そうですね。結構、運動のこと聞くっていう。なんか、ミク兄ちゃんから質問は。堀さんにとっての運動とは何か聞きたかった。それを今から言うとまた。いや、なんていうのかな。さっき、つまり、自己プロデュースってのは、個人のアーティストが自分だけをプロデュースするんじゃないって言ったけれども、つまり、アートってのはそもそも、絵が上手いとか下手とか、そういうレベルじゃない、当たり前だけどそうじゃなくて、やっぱりその時代に、いかに自分が関わって、そしてこの時代の殻みたいなのをどう読むっていくのか、ということもまずあって、そうすると、たった一人の人間が反抗するんではなくて、時代に何らかのこう、自分の存在を意味づけるとしたら、やっぱり、いやおなく、運動していく、運動体である、仲間と一緒に、ある、こう、主張していく。そういうことが、どっかの段階で、ないはずはないよね。その中で、まあ、方向性がみんなになって、やっぱり自分はもうちょっと絵、本格的に描きたいなと思って、ある時期、そういうふうになっていくかもしれないし。でも、やっぱり、特に若い間に、その、コレクティブであって、ある方向を、漠然とでもいいけど、ある方向を一緒に向いていける仲間。だから僕は集団ということはあんまりコレクティブとか、あんまり昔は使ったことなくて、運動体っていう言葉でしかない。つまり運動し続けていくという。だから、その集団が永遠に一緒である必要っていうものも必ずないよね。あるいは、個々の活動しながらも、70になっても6人まだ一緒にやってるってこともあり得るかもしれないし、でもやっぱりどっかで転がり続ける運動体であるっていうか、そういうイメージかな。なんか一時期パフォーマンスとかやめられて、その絵に集中して活動していったと思うんですけど、その理由としてしたか読んで、一つがモネの絵を見てとか書いてあって、なんかその時のなんかどういったこう心境だったのかな。またこれ長い僕なんかが東京に出てきたのは1966年、ちょうど日本の、前衛っていうか、真っ盛りの頃で、美術だけじゃなくて演劇とか、あらゆるジャンルが、すごい、日本の経済成長と一緒で盛んになっていて、基本的には前衛的なもの、反芸術的なものがいっぱいになっていて、で、それが頂点を迎えると、それこそミニマリズムのように、何もかもやり尽くされて、これ以上一体何やればいいんだっていうくらいの状況が、ちょうど1970年頃、世界的に学生運動とかが、収束して、で、大阪万博が始まって、なんか明るい未来みたいなことも言われるようになって、だけれども、ある、反芸術とか反と名の作るようなものがほとんどやり尽くされて、もう何もないくらいになっていって、まあそういう中で出発したから、基本的にあらゆるものを疑って見直してというところから始まると、つまりミニマリズムと自分では思ったことはないけれども、
極めてミニマルな状況に置かれてしまっていたから、できることは何もないくらいのところで一体何をやるか、でそういう時に美術の中心部じゃなくて終焉部、それこそ今言ったような音を出してみるとか、そういうパフォーマンスみたいな、パフォーマンスってこともまだ当時なかったけれども、それからインスタレーションのようなこととか、とにかく根拠を問い直すようなことをやっていくしかなくて、でそういうことをやっていく中で、でも基本的には絵を描きたいっていう気持ちもどっかであるわけで、でそれでその根拠、きっかけをどこで見つけるかというのが、多分世界中みんながそういう近い状況だったんだよね。だから80年代に入ってすぐに絵画の時代と逆に言われるようになって、バッドペインティングとか新表現主義とかいろんな言葉で言われたけれども、世界中みんなそうなっていく、そのきっかけをみんなどっかで掴んでいくと思うんだけれども、僕の場合は1977年にパフォーマンス部門でパリセネビエナっていうのを選ばれて行って、でそこで今も活躍している世界中のパフォーマーたちはほとんどいたっていう感じで、と同時にその80年代の絵画が一斉に花開くような時に、その中心になった連中がやっぱりもっとミニマルな形の作品とかパフォーマンスとかで参加してたんだよね。で僕も同様で、そこでちょうどその時にクロード・モネの、オランジュリー美術館が改装中で休館中で見られなくて、どっかで見られないかなと思ったら、マルモット美術館という、今ではみんなよく知ってるけれども、当時はあまり有名じゃない美術館、郊外にあって。で、ほとんど最晩年のぐっちゃぐちゃな絵みたいなものが並んでる。まあ、モネが、目がほぼ見えなくなってるので。で、そうすると、つまり、網膜的、印象派って極めて網膜的な絵画の中心人物が、網膜的ではないことをどっかで強いられて、そこで、なおかつ絵画であり得るのかどうか、ということを多分、まだ発見しきれてないんだけれども、きっかけをつかもうとしてて、笑い泣きしてて、国民的大画家が、まるで、苦悩する少年のような形で苦闘している様子を見て、あ、ここへ来ても絵は描けるんだ、ということかな。今から始めるしかないな、という、そういうきっかけ。だから直接絵に影響を受けたとかね、そういうんじゃなくて、そういうきっかけを掴んだっていうことなんで。あと、今何と戦うべきかっていうことを聞きたかった。いや、それは君たちの、君たちの課題で、僕はもう十分戦って。十分戦い。いやいや、まだまだこれからと思ってるけど、でも三平なり一緒だった時は嬉しかったな。またどっかで、そういう機会があるといいなと思うね。いや、でも本当そのカンビエナールの作品が、なんか僕らは、ビデオを、撮りながら、そのデジタルを使って、行為をこう反復してって、そこにこう、身体と、こう、機械の、こう、負荷みたいなことをかけていくみたいな感じだったんですけど、堀さんが70年代にも同じことを、やってて、で、リーディングアテの作品をやっぱ知ったときに、なんか、すごい、こう、デジタルと身体がどういうふうに、こう、その表現がどうなっていくのかっていうのに、なんか、今、改めて、関心があります。まあ、そういうことで、いろいろお話聞かせていただきました。これからもまた、また活動
見守ってますし、あの、また遊びに来てください。まあ、この秋葉たまりを起点に始めた人もたくさんいると思うし、はいはい、僕もやっぱりいろいろ手伝ってくれる人の中にも、ここの展覧会をきっかけにした人間何人もいて、だからそういう意味では、これからもここが起点になっていくといいなと、大体なるべく見るようにしてるし、頑張って。はい。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様。